天にいまますす。私たちのお父様、皆を賛美します世の中では人は猿のようなものから進化したと教えていますけれども聖書は私たちが創造主の形に作られているということをはっきりと知らせています。主よ、それどちらを信じるかで、 私たちの存在私たちのアイデンティティも全く変わってきます願わくば世界中の人たちが自分がアダムとエバの子孫であり創造主の御手の技であることを知ることができるようにしてください私たちがそれを証しすることができるように助けてくださいイエス様のお名前を通して お祈りいたします。アーメン。はい。えー、先ほどですね、こういうふうにあの新カロではまるで人は猿の仲間であるかのように教えているっていうことをお話ししました。じゃあ、えー、人の祖先っていうものはどう考えたらいいんでしょうか。聖書に基づいて考えるとどう考えたらいいんでしょうかっていうことを。 考えていきたいと思います。皆さんはあの、えー、博物館に行ったりするとですね、こういういろんな頭蓋骨の化石を見ることができると思いますけれども、でこういうふうに並んでるとですね、まるで人が本当に進化してきたかのように感じやすいように展示されているわけですね。でも先ほどあの携帯電話の例を取って話しましたけれども、並べられる っていうことと進化してきたっていうことは全く違うっていうことですね。これはただ並べてあるだけです。ですよね。はい。ですから皆さんがあの友達とかと一緒に博物館に行くときは、あこれはただ並べてあるだけだねって <laughs> これ自体は何も進化を示してないよねっていうことを伝えてあげるといいのではないかと思います。 「人類の起源」という本が後ろに置いてあるんですけれども、えー、もう在庫が2冊しかありませんもう販売できるのが2冊しかありませんですので個人ではもう売っていないんですね学院とかにもしなければ販売しますできるだけたくさんの人に読んでもらいたいからですねこの中にですねこういうふうに書いてあります。 ホモ・サピエンスの脳の大きさ、ね、1450cc、ネアンデルタール人 1625cc、ピテカントロプス 914cc、アウストラロピテクス 650cc、ゴリラ 543cc、チンパンジー 400cc、テナガザル 97cc。まあ、こういうふうに博物館に行くと。 飾っってあったり、まあ、展示してあったりするんですけれどもこれは何を示ししているでしょうか先ほども言ったようにこう書いてあるとなんかこんなふうに進化してきたんだな猿から進化してきたんだなって思わせるような展示をしているわけですね。でも進化論者でもですね手長猿から人間が進化してきたとは思っていないんです。 チンパンジーか人間が進化したとは思ってないわけですね。ただ並べただけです。じゃあ皆さんの脳の大きさどれぐらいでしょう。考えたことあります？祐希くんはどうですか自分の脳の大きさ。なんとなくでいいですけど何 cc ぐらいだと思います？ 200か300ぐらい200か300ぐらい。か、はい、にはえー、じゃあ、えー、ロケさん自分の脳の大きさってどれぐらいだと思いますあえー、っと。 多分三百か四百くらいですかね。あ,あの、なちなみに三百か四百っていうとチンパンジーとかそに <laughs> なってしまうんれ <laughs>、えー、それでいいですか？いやでも同じは嫌ですけど、チンパンジーと。<laughs> いやさすがにこっちの方が。ちょっと自己評価がしすぎるかもしれないですねああ。あんまりちょっと <laughs> 想像がつかないか。想像がつかないですよね。 まあ、あの実際にはですね人の脳の大きさっていうのは 880cc ぐらいか二 2200cc ぐらい範囲があります。人によって大人ですよ大人の脳のサイズ。じゃあ 880cc ぐらいの人っていうのは賢くないかっていうとそんなの関係ありません。 2200cc だと賢いかっていうと関係ありません。みんな同じように脳は働くんですね。この表で表されているのだとピテカントロプスからホモサピエンス、人間の脳の範囲に入ってい。 はこれは何を表しているんでしょうか大体の人の脳の人脳平均値ですネアンデルタール人の方が頭が良かったっていうわけではないわけですね。えとですねまあ簡単に言ってしまえば手長ざる からアウストラロピテクスまではサルですサルですっていう地名じゃなくて余計なこと言ってしまいましたサルですじゃあホモエレクトスからホモサピエンスまでは何か人間ですアダムの子孫ですアウストラロピテクスは絶滅したサルと考えられます じゃあホモ・エレクトスとかネアンデルタール人ホモ・サピエンスとどう違うかっていうと病気にかかった人間はホモ・エレクトスとかホモ・サピエンスのような骨の形になることがあります。 そのことはちょっと後で話しましょうかね、えー。皆さんはヘッケルっていう人を聞いたことがありますかエルンスト・ヘッケル、えー。発生反復説って聞いたことがあれば皆さんはお母さんのおなかの中で進化の歴史を繰り返して、えー、そして魚段階両生類の段階爬虫類の段階,哺乳,の段階哺乳類の段階を経て 最後には猿のようになって人間になって生まれてくるっていう説を唱えたのがこのヘッケルですね。皆さん,学んだ聞いいたことあります発生反復説ないでしょうか、ね、今の今,今は教科書からは外されてますけれども多分あの1990年2000年ぐらいでしょうかね。 これが教科書自体からはあまりには出てこなくなったのがでもそれ以前に生物を学んでいた人たちは反復説っていうのを学んでるはずなんですね忘れているだけの方もいらっしゃると思いますけれどもで彼はたくさんの進化の証拠というのを捏造しましたその中の一つが「ピテカントロプス・アラルス」という 生物ですね。話せないエンジン。これは。証拠があるでしょうか。全くないんですね。何の証拠も化石の一片もなくて。ただ推測して。えー、膨大な論文を書いてですね。科学誌に発表してるんですね。まあ、この。ダーウィンが。 進化論を唱え始めてから人の祖先探しというのが始まりました人にはそれまではですね聖書の歴史を信じている人たちは私たちはアダムの子孫だそう信じていたわけですね。でもダーウィンが進化論を言い始めてから人類には祖先がいるに違いないそう考えたわけですね。で初期の頃はですねピルトダウン人とかですねピルトダウン人っていうのはイギリス人の祖先とされました。 イギリスで1912年に発見されたんですけれどもでこれを発掘したチャールズ・ドーソンっていう人ですね、えー、3年後に下顎の骨を発見したっていうことですね。でこういう絵が描かれたんですけれどもでアーサー・スミス・ウッドワード卿という人がこの彼があのピルトダウン人という命名をします。 これが人の祖先であった決定的な証拠として世界中に発表されるわけですね。それから40年がたって1953年ケネス・オークレー博士が直接本物の化石ピルトダウン人の化石を研究することができました。そうしたたらですね下下顎顎ののの骨骨骨がが上の頭蓋ににはまるようにヤスリがかけてあった下あ オランウータンの骨だった。っていうことですね。で、今では、これは。もう完全な捏造ということで、世界中で知られています。ピルトダウン人は。人の祖先でしょうか。ピルトダウン人は猿芝居だったっていうことですね。えー、ネブラスカ人。聞いたことありますか。ネブラスカ人は。 やっぱり私が小学生の頃は教科書に載ってましたピルトダウン人も教科書に載ってました1970年代ですねもう1950年代にはピタカントロプスは偽物だっていうのが発覚してるけれどもまだ教科書に載ってました教科書を信じるなっていう本庄先生の話大切ですねネブラスカ人。 1970年代に載ってたんですけど、これはアメリカ人の祖先とされました。ネブラスカ人は何の証拠は何でしょうか。一本の歯でした。で、その歯がこういう形の歯ですね。1922年に発見されてネブラスカ人と発表されたんですけれども、その5年後、これが野生の豚の歯であるっていうことがわかりました。 それから50年ぐらい経ってまだ教科書でネブラスカ人そう教えてたんですね。皆さんあの年配の先生なんかネブラスカ人って聞いたことありますかどうでしょうあんまり覚えてないでしょうかね。いかがですか覚えてないですかね。こういうふうな絵が描かれました。で、教科書ではもう50年ぐらいですね。 ネブラスカ人はアメリカ人の祖先っていうふうに教えていたんですねでも今はこれは教科書で教えていませんそれから先ほどの、えー、ティム・ホワイト博士ですね彼が発掘した、えー、ルーシーという化石アウストラロピテクスですねこれは直立エンジンとされてサルが最初に直立したそういう 人類の祖先だそういうふうに発表されました。でこの水色の丸で囲んである部分ですねまあ水色から下の部分ですね膝から下の部分の骨は人間そっくりでした。で膝から上の部分猿そっくりでした。ということはどういうことでしょう。人そっくりの足を持つ 猿のような存在だから直立円陣っていうことで発表したんですね。じゃあこのルーシーの骨はどういう感じで発見されたかっていうとですね膝から上の部分は膝から下の部分と3キロメートル離れたところから発見されました。しかも深さはですね60メートル人の 骨とそっくりのものの方が下から発見されましたこれをくっつけて直立エンジンって発表したわけですねどうでしょうこれがアルスストラロピテクスのーーシーですで。それが発表されてから科学雑誌とかタイム誌とかにいろんな雑誌でですね これこそが人類の祖先だっていうふうにこぞって書き立てました。じゃあどうしてこのサルそっくりの上半身の部分ですね、まあ膝から上の部分、これは直立エンジンとして発表されたんでしょうか。えっとですね、これはえっとですね、あすいません、これはどうしたい。 じゃああの言葉で解説します猿が直立したという考え方は画期的な考え方だったっていうことですね。オーエン・ラブジョイ博士これいますけれども彼はその猿そっくりの骨盤のつき方をですねそれをそこに疑問を感じたわけですね。チンパンパジーそっくりの 骨盤のきき方でであれば直立することができないわけですね。でラブジョイ博士はきっと化石になる時に押されてその地層が曲げられてしまってこういう形で発見されたけれどもでもそれは曲げられてしまったんじゃないかって推測しました。 そしてですねこれは人間としてはとても無理な形っていうことですね猿そっくりの形でついていましたそこでですね鋳型を作ってその鋳型を削ってですね ラブジョイ博士が信じる直立エンジンの姿に直して発表しましたバラバラにしてそれをジグソーパズルのようにくっつけるわけですねそうしたら今度 人間のほのそっくりに変わりました。こういうふうにして直立エンジンとして発表したんですね。当時はあ本当に人間の祖先は猿のようなものなんだ、そう信じられたんですけれども、2000年代まあ2 0年ごろからですね。 いくらなんでもそれはおかしいんじゃないかっていう科学者たちが現れ始めましたそしてこの、えー、ルーシーはですね皆さんの教科書ではどうだったでしょうねアウストラロピテクスは人の祖先って言われてましたか新しい教科書ではアウストラロピテクスは人の祖先とはされていません ルーシーの骨盤のつき方は実際はチンパンジーそっくりだったわけですね。で、えー、復元された時はそれが人間そっくりに変わっていましたルーシーが直立エンジンとされたのは化石の形からではなくて人の想像力でそう化石を作り変えてしまったからですね。えー、っとですね 今まであの教科書にかつて載っていた人類の祖先というものネブラスカ人は豚の歯であったっていうことが分かりましたピルトダウン人は捏造だったっていうことが分かりましたアルストアロピテクスアファレンシスアファードエンジンとか呼ばれていたものですねこれも実は人が作り上げたものだったっていうことですね。問題は何かというと 進化論を信じる人たちは人の祖先が欲しいわけです。ですよね。どっかから引っ張ってこなくちゃならないわけですね。それで今はですね、教科書によってですけれども、アファールエンジンがいたんだっていうその証拠なしにですね、そう言っている教科書もありますけれども、えー、中にはサヘラントロプスチャ,チャレンシスっていうのが人類の祖先じゃないかっていうのを 載せている教科書があります。で、ルシーは四百四十万年前にいたって言われていたんですけれども、今度はさらに遡ってですね、七百万年前にいたっていうふうに言われるようになりました。四百四十万年前、誰かいたでしょうか。見てたでしょうか。見てないんですよね。七百万年前、この 茶伝室がいた誰か見てましたか見てないんですねどこから出てきた答えでしょう空想です進化論の悠久の歴史の中でここら辺にこんなのいたんじゃないかっていう空想ですね化石はあるかもしれませんでもその化石はいついたかを語らないんですねただ その空想によってここに当てはめたっていうだけです、えー、科学の手法っていうのは現在私たちが観察したり実験したりすることができることですね化石の存在に関しては科学で確かめられます観察することができるからですねでも歴史を科学で 実験すすることはでできないんですね過去の出来事は観察も実験もできないんですタイムマシンがあれば別ですよドラえもんの友達だったらいけるかもしれませんけれども誰も観察できないそれを過去の歴史として多くの人は信じているわけですねじゃあ想像についてはどうかやはり観察も実験もできないわけですただ 想像に関しては、観察していた方の証言があるわけですね。その証言に基づいて。私たちは、この歴史、世界の歴史がどうだったかっていう。検証をすることはできます。例えばですね。あの、何か犯罪が起こったとしますね。まあ、あの、ちょっと前であれば、オウム真理教の事件が起こりました。で。えー まあ、いろいろありましたけれども坂本弁護士一家が誘拐されたっていう、まあ、ちょっとあの残酷な話ですけれどもで後でそのオウム真理の信徒がその亡きを新潟県に埋めたとかあっちに埋めたとかここに埋めたとかって証言するわけですよね。でその証言通りに骨が出てきたらそしたらその証言は真実だった。 っていうことになるわけですね。で、その通りのところから骨が出てきました。だから、彼が言っていることは正しいっていうふうになるわけですね。私たちもちょっと。まあ、オウム真理教の事件、例えが悪いかもしれないです。けれども、でも聖書が証言していること。それが正しいならば、こういうことがあるに違いない。あ、あいうことがあるに違いない。 そういういうにして検証すすることができますでその検証した結果をどう信じるかそれは皆さん次第ですね、えー。例えばノアの洪水が起こったなら何が起こるか地層ができるし化石ができるし石炭石油ができるしっていうことですね。まあ、そういうふうに、えー、聖書の記述に基づいて私たちは ここの世界を検証すすることができます進化論に基づいてもこういうこうだったんじゃないかああだったんじゃないかって推測ができます。で進化論の言ってる通りに本当に化石はできるんだろうか本当に地層はできるんだろうか推測して検証して比べることができます。で私は明らかに聖書通りに理解した方が、えー 科学的に検証できると思っています皆さんはどうでしょうか、えー、今回そういうことも少しずつ学んでいきたいと思いますけれども進化論は推測ですから事実に根ざしているわけではないわけですね、えー、進化論では自然選択と突然変異があの 今はです、ね、進化を起こしたと言っていますけれども、えー、最近10月ぐらいに出したニュースレターの中にジャンアンリ・ファーブルのことを書いていてますファーブルは昆虫学者ですしいろ,んな、まあ、いろんな手広くですね研究した方ですけれどもファーブルはダーウィンと同じ時代に生きていました。でダーウィンと、まあ 友達だったというか、まあ、手紙のやり取りをしてたわけですねでファーブルはダーウィンから自然選択説っていうのを聞いた時おすごいって思いましたでその自然選択説を生物を観察していった時にじゃあどういうふうに自然選択が起こったんだろうそう見ていった時に訳が分からなくなりました。それは 生物が自然選択を示していないからです彼はこのように、えー、書いていますファーブル昆虫記の中に書いています自然選択の法則とその範囲の広さに私は感銘を受けるしかしその法則を事実に適用しようとするたびに私を混乱の中に置き去りにするそれは事実の解明には全く役に立たないからだ 理論としては立派でも現実の前にはあ、あぶくに過ぎないその法則は荘厳だが不毛であるではこの世界の謎に対する答えはどこにあるだろう誰が知っているだろう誰に分かるだろうファーブルは神様を信じていました神様が作ったその方が明らかだったわけですねそれぞれの昆虫を見ていくとき。 その昆虫独自の生活環境があるし特徴があるしそれぞれ特別なんですね偶然に徐々に徐々に変わってきたとはとても思えないっていうことですまたその徐々に変わっている様子も全然見えなかったわけですね彼はさらにこう言っています根拠のない理論では闇を払えない 進化論というのはただの推測です。憶測です。根拠がありません。それでは真実がわからないということですね。闇の中でこれ以上時間を無駄にするのはやめようではないか。事実に立ち返ろう。謙虚な事実に。それこそ我々の足元が救われることのない唯一の基盤なのだから。このようにファーブルは語りかけています。 ダーウィンの時代、多くの科学者たちは空論を土台として進化論を信じるようになっていきましたその方が、まあ、自分は知的に感じられたわけですね。残念なことに多くの牧師も進化論を信じるようになってそして天地創造を信じられなくなっていきました。 天地創造が信じられなくなったらどうなったでしょう今度は聖書に書かれている奇跡が信じられなくなりました。イエス様の処女講談が信じられなくなりました。イエス様が復活されたことが信じられなくなりました。聖書に書いてある新しい天と地が作られるっていうこと信じられなくなりました。そういうふうになって、 教会がどんどんんリベラルになりあるいは、えー、ユニテリアン教会って聞いたことがありますかね「神は愛である」っていうことは信じるけれども奇跡を信じない、えー、救いを信じないでも教会として一応教会として言われているそういうものになっていきます。ほとんどのその教会ですねその 聖書信仰を失っていった教会のほとんどは最初に天地創造が信じられなくなったんです天地創造が信じられなくなくったら何が聖書の中で何が正しいか何が間違っているかを決めるのは誰でしょうか人なんですね。自分はこれを信じられるから信じるこれは信じられないから信じられない信じないそういうふうにして 人が決めていったんですその結果どん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 聖書はまるで文学の一つのように扱われるようになっていったんですね。真理の書ではないんだ何らかの真理はきっとちりばめてあるだろうけれども全て信じられるようなものではないそのような考えになっていくわけですね。皆さんはどうでしょうか。聖書は創造主の言葉だと信じますか 素晴らしいです <laughs>。そうじゃなかったら聖書は何も信じられなくなくってしまいまいす。あるいは皆さんはもしかしたらですねあまあ皆さんは全部信じているんですけれども最初天地創造を否定したらで他のことを全て信じてたとします次の世代はどうなっていくでしょうその次の世代はどうなっていくでしょう自分が何を正しい どうするかを決められるようになってしまうわけですね、えー、ちょうど四季の時代ですね、えー、人は自分の目に正しいと見えることを行っていたっていうふうに書いてあります何回かですね自分の目です主の目に正しいじゃなくて自分の目に正しいと見えることを正しいとする世代になってしまうわけですねはい、えー。これが ルーシーシのの復元実際の復元元実際ですねこれはアメリカの創造博物館に展示してあるんですけれども後ろにはルーシーの化石のレプリカが飾ってありますで実際にはですねこういうふうに頭蓋骨はなっていましたしまた骨盤の骨のところですねこういう形でもともとなっていたっていうことが分かっています。じゃあ 顔の部分ですねこの形を復元したらどのような姿が出てくると思いますかどれでしょう実は全部そうです復元する人がこれは何だと思って復元するかで猿のようにもなるし人のようにもなる だから復元する人がどういう信仰を持っているかで、これは人にもなるし猿にもなるっていうことですね、えー。まあそういうわけでルーシーは今は教科書から外されています。人の祖先ではないということですね。絶滅した猿だと考えられます。ラマピテクスというのが1932年に発見されました。で、描かれた絵がこれですね。 で尻尾のない猿と言われました。この中にこの顎からですね、顎の骨ですよ。それがあれば尻尾があるかないかわかるでしょうかね。わかんないですよね。それなのに絵では尻尾がない猿ですね。でもタイム誌タイムマガジンですけれどもこのように千九百七十七年に書いてあります記事の中で。 ラマピテクスは人類の祖先としてまさに理想的な姿形をしていた。もしこれが祖先でなければ我々には他の祖先はいないっていうことですね。で後にですね1982年になってこのラマピテクスはオランウータンの化石であるっていうことがはっきりしました。下顎の骨はオランウータンだったっていうことがはっきりしたんですね。 で今ではこのオランウータンだっていうことが分かったのでラマピテクスは、えー、人の祖先から外されましたピルトダウン人もネブラスカ人もそうですねじゃあジャワゲン人はどうかっていうと、えー、ジャワゲン人っていうのはピテカントロプスあエレクトスんですね、えー、これは人の骨だと想像論者は考えています。 どう、えーえっと、ですね。このジャワ原人が発見された地層と同じ地層から。和弱人というのが発見されているんですね。その和弱人という化石は。人間そっくりの化石でした。で。これを発見した人はですね。ジャワ原人だけ発表して和弱人を発表しなかったんですね。 なぜでしょうか同じ地層から人間そっくりの骨が出てきてしまったら人類の祖先ではないっていうのが明らかだからですねそれで隠しておいたんです。で後に、えー「実はこの地層からこういうのが発見されたよ」って他の人が言ったんです人の人にそっくりなのが。そしたら彼はいやそんなの自分も持ってるよって発表したんです。<laughs> でも,もうジャワ原人は人の祖先だっていうのが確立してしまったので教科書からそれは取り,除けの取り除けかれてはいません。でも人の化石と人の骨そっくりのものとジャワ原人そっくりのものは同じ地層から発見されているっていうことですね。ということはジャワ原人は進化の祖先ではないっていうことが明らかです。 またネアンデルタール人ですけれども最初にネアンデルタール人の骨が発見されて描かれた絵がこれです。で、えー、ネアンデルタール人どう,いうどうしてこういう名前が付けられたかっていうとあの賛美歌でですね「たたえまつれおにいますし王お」っていう曲ありますよね。 それを作曲したのがネアンデルさんです。で彼はあの賛美歌作曲するのが好きだったんですね。で名前のない谷を散策するのが好きでした。そのネアンデルさんがよく言った谷ですね。ドイツ語で谷のことをタールと言います。まあタールと言いますね。ネアンデルタールっていうのはネアンデルの谷。 ネアンデルさんがそこに行った谷っていうことでネアンデルタールというふうに名付けられていたわけですけれどもそこから発見されたのがネアンデルタール人ですね。で人類の祖先とされましたネアンデルさんは悩んでるんじゃないかと思うんですけれども <laughs>、えー、ネアンデルタール人はこの1856年にドイツで発見されたわけですね。で その脳の大きさは人間の脳の大きさとされるものより大体 200cc 大きかったっていうことですね普通だったらもし進化論が本当だったらこれは人類より進化しているって考えてしまうのが普通だと思うんですけれどもでこのネアンあ右下の絵がそのネアンデルタール人の後に「 書き直された絵ですね。で、このネアンデルタール人の化石をあの当時解剖学の第一人者として知られていた病理学の父と呼ばれるル,ルドルフ・ウィルヒー博士のところに持ち込まれました。で、彼の診断ではこの骨は子どもの頃狂病にかか狂まあ狂病っていうのは まあ骨今は骨軟化症という病気ですねにかかり年を取ってから関節炎に悩まされたまたいくつかのひどい打ち傷を受けた現代人すなわちホモサピエンスであるという結論を出しました彼はそう診断したわけですねでも進化論を信じている人たちはそれで納得しないわけですやっと人類の祖先を見つけたんだそう考えたわけですねですからあの。 当時の病理学の父と呼ばれているルドルフ・ウィルヒョウ博士の診断に反してこれは進化の祖先である人類の祖先であるというふうに発表しました。またネアンデルタール人はですねお墓の中に埋葬されていたんですね。でその埋葬品の中に宝石とか楽器とか またそこには壁画が描かれていました。これは人類の祖先でしょうかね？それとも人類でしょうか？1998年のまあ創造者が言っているあ創造者の出しているテクニカルジャーナルという雑誌があるんですけど、そこにこう書いてあります。 ほとんどの人類学者が、埋葬は人類だけの行動だと認識している。しかもネアンデルタール人が完全な人類であった強力な証拠がある。完全な人類がネアンデルタール人と一緒に埋葬されているからだということです。ネアンデルタール人のお墓の隣に人類のお墓があったっていうことですね。どういうことでしょう。ネアンデルタール人は人類の祖先でしょう。 違うわけですね、えー、人はあまあそういうわけで創造論者は、えー、ピテカントロプスとか、えー、ネアンデルタール人も含めてアダムの子孫だと考えていますで骨軟化症にはどうしたらなるかというとですねあの太陽の光を浴びないとビタミン D が まあ皮膚で作られないわけですね皮膚のか中でまあそうするとそういう症状になっていくっていうことですねだからノアの洪水の後おそらく最初あの移住してバベルの塔の事件の後移住していった人たちは洞窟に住んだりあるいは洞窟の中で採石とかまあ鉱山の中で発掘とかですねまあ探鉱とかそういうのをしてた人は そういう病気にかかりやすかったと考えられます19世紀20世紀の初頭なんかでもあの炭鉱の中で働いていた人がたくさんいますもう朝から晩までですねそういう人たちは骨難化症にかかっていたわけですねだからルドルフ・ウィルヒョウにとってみればそういう骨格っていうのは当たり前のようにある骨格だったわけですねだから彼は正しい判断をしたと思いますけれども 前もこの本のことは皆さんにお話ししたかもしれませんけれども大発見の思考法という本を山中真也博士とマス増川俊英博士2人ともノーベル賞を受賞しましたけれども書いていますその中でこう書いてありますアメリカでは今も人口の約半分が進化論を信じていないと言われます そういう話を聞くと日本人は進化論を信じないなんて怖いなと思うかもしれませんが実は進化論を信じるのもある意味で怖いことなんですよね。はい。なぜなら進化論はまだ誰にも証明されていないからです。なぜか日本人は人間はみんな猿から進化したと信じていますが証明されていない。進化論っていうのは 証明できないことですね人は猿から進化したのかそれとも神が作ったのかと聞かれれば日本人はなんとなく猿から進化したという方を信じますがそれには何の根拠もないわけですそのうちダーウィンの進化論は間違いだったということになるかもしれません彼らは科学者でしょうかそうですね 世界でもトップレベルの科学者です彼らは進化のの証拠がない根拠ががなないいい根そのことをよく知っていますティム・ホワイト博士もトップレベルの科学者ですけれども進化論はロマンのようなものなんだっていうその実際はそういうものなんだっていうことをよく知っていました進化論のことを本当には知らない人たちは 教科書に書にいてあれればこれが正しいいいに違いないそう思ってしまうわけですねそして進化の歴史っていうものを考えてですね日本でもこういう時代があったに違いないああいう時代があったに違いないそういうふうに考えるわけですね。昔は明石原人っていうのがいたっていうふうに信じられていました。 でで発掘された化石ですね今はそれ消失してしまったんですけれどもそのレプリカは残っていますでそのレプリカを見るとですねそれは原始的な進化論の進化上の人の祖先のような形をしていたかっていうと人そっくりでした。ということは明石原人と言われていたのは実際は人間とそっくりだ原人じゃないんだ。 っていうふうに今は推測されています。実際の化石がもう紛失してしまっているので、決定的なことは何も言えないわけですけれども、そういうふうにですね、思い込みでもしかしたら人類の祖先っていうのが作り上げられてしまうケースっていうのはいくらでもあるんじゃないかと思いますね。でも決定的な証拠っていうのは一つもない。そのことを私たちはきちんと知っておく必要があります。 決定的な証拠がないのはなぜでしょうか。それは人の祖先っていうのは存在していないからですね。聖書はアダムとエバが最初に作られて、すべての人はアダムとエバの子孫だ。まあ特に現代人はノアの子孫だっていうことが分かっているからですね。えー、っとですね。マスカワトシデさんは じゃあ進化論は間違いだって教えているかっていうと一生懸命神はいないっていうことを教えています。彼は進化論を信じているんですね根拠がないっていうことを知っているけれどもそれでも進化論を信じているわけです。創造主はいいなとそして何とかして想像を信じている人から「て創造を信じている。 進化論を信じる人にに変えたいいいそうううふうに思っていますでも彼自身が根拠がないって言っていることを言っているわけですけれども実は根拠のないことを彼は一生懸命やっているんだっていうことですね。この本の中にもあの彼が何とかしてあの神を信じる人の神感を変えたいっていうことを、えー、言っていますけれどもはいえー、っとですね 何分まででしたかね55分ですねはい、まだちょっとありますねまそういうわけで、えー、皆さんが猿の形であるっていう科学的証拠は一切ありません聖書はこう書いています神はこのように人をご自身の形に創造された神の形に彼を創造し男と女とに彼らを創造された 創世紀の3章に行きますとですねヘビがエヴァンをだしますあなた方は決して死にません断言するんですねヘビの質問に対して女は死ぬといけないからっていう答えをしますでもヘビは決して死にませんとだますんですあなたがそれを食べるその時 あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知識善悪を知るようになることを神は知っているのです。ヘビが言っているのは実は正しいことです。アダムとエバは善悪を知りませんでした。善しか知らなかったんですね。でも悪を知るようになる。 神様は悪を知っていましたそれはサタンが悪だからですねもちろん神様の御心に背くことが悪だからですねそういう意味では人は神様のようではなかったかもしれませんでもそれ以外ではどうですか人は神様の形に作られているわけですね本来人は神様のようだったわけ ですよね人は神様の,形,のように作られ形に作られたのに蛇は人を騙したわけですね。あなたは神様のようになれるよってですねそれで騙されてしまったわけです。おそらくエヴァはもっと創造主のようにいろんなことができるようになるんじゃないかそう思ってしまったのかもしれないですね。でも 蛇にだまされて人は創造主の形を失ってしまった完全な形本来の完全の形です完全な形ですねそれを失ってしまったわけですでも幸いなことにイエス様を信じるなら御子の形に変えられるということですね創造主を 完全な愛をもって愛することができなくなってしまった私でたちですけれどもまたこの世では完全な形でそれを実現することはできないかもしれませんけれども御国に行ったら私たちは再び完全な愛を取り戻すことができます創造主の形を取り戻すことができるわけですね、えー 人が主に向くなら主と同じ形に姿を変えられる第二コリントの3章の16節から18節ですねキリストを見上げて生きる人は巫女の形に変えられていくっていうことですじゃあ私たちはどのように生きることが大切でしょうか主を見上げて生きていくことですねあの 2017の役だと「人が主に立ち返るなら」っていうふうに訳されてしまってちょっと私は残念に感じているんですけれども文字通りには人が主に顔を向けるならですね主を見上げて生きるなら私たちは主の形に変えられていくっていうことですね。皆さんあの鏡を見る時自分の姿を実際は見ているわけですけれども。 何を見たいですか朝起きてここに寝癖があるああそういう姿を見たいんでしょうかね思い通りじゃないとこあまあこんなもんかってそれでいいんでしょうかそうじゃないですよねきちんと溶かして寝癖がなくなってっていう形にしたいわけですよね。私たたちは主主をを見見上げるるにのの形自分がどううなりいいかっていうのを見るわけです しうしてその主の形を知っていくならば私たちは主の姿に変えられていくわけですね。えー、巫女は巫女イエス様は私たちがそのような形に変わってほしいそう願っておられるわけですね、えー。巫女の形に変えられるっていうのは当然私たちが創造主のように全能者になって何でも作れるようになるっていうことではありません。でも アダムとエバが作られたように、本当の人の形っていうのを取り戻すことではないか、そう思うんですね。アダムとエバが罪を犯して、失ってしまった本来の人の形を、私たちが取り戻すこと。それを私たちは。求めることが大切ではないかって思います。 ローマ書の8章29節にはこうありますなぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです巫女の姿っていうのは巫女は100%神であるし100%人であるこのことはよく言われるわけですねここで巫女の形と同じ姿って言われているのは100%人である 本来の人の形を指しているのではないかと思いますね。私たちは全知全能の創造主になるわけではないです。でも完全な人になれる。それがこの聖書が私たちに示していることではないかと思います。見こと見子の形に変えられるっていうはいそういうことですね。失った形を真の 形、人の形を取り戻させていただけるということがどれだけ祝福かということを考えていただければと思います一言お祈りします天のお父様皆を賛美します人の祖先と進化論で言われているものについて2時間にわたって考えましたけれどもそれは単なる人の推測であり空想であり 根拠が実はないものだということを私たちは学びましたしかし聖書は私たち人を作った創造主の証言であり真実の歴史を説明している書物です私たちが聖書を信じて確信を持って人に明かしていけるように誤った 世の推測や教えを見分けてそして聖書をきちんと明かしていくことができるように助けてくださいイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメンはいえ、お疲れ様でした